まあ、兄さんがどんなお祝いしてくれるかわかんないんだけど、こんにちは。え、めっちゃ嫌な顔してる。あんたがやるんかい。あ、本領なかったら教えてください。どうや、キルちゃん。嬉しくね。あんた一人かよ。ちょっと上手なのやめろ。ようこそキルちゃん。どうや、興奮したか。怒ってる怒ってる。こんな茶碗だと分かっていたら来なかったぜ。いや、まともに真島組の人たちね、バス戦でのちょっといざこざもあったし、詫びも兼ねて、まあ、仲良くやりましょうみたいなことかと思ったら、そんなわけないよね。スパチャ飛ぶんじゃないよ。払うな払うな、真島兄に。ねえ、ひょっとしてお姉ちゃんが見られるかも思って期待しとったんか、キリュウちゃんのエッチ。いや、いや、悪いのはキリュウさんか。だが、あんな踊りを見せられた程度でもてなしだなんだと言われても、なや、不満なんか。ほな、こうしようか。今日だけは踊り子さんにおさわり自由や。うわー、嬉しくない。え、いや、そう、みんなが払うんじゃないよ。とにかく失礼させてもらうぜ。こんなことのために貸し切りにしたの？お前、俺のもてなしが受けられへんちゅうんか。あ、そうだ、それが俺の顔を潰すことになってもか。くどいぜ。もともと俺は方面祝いなんてされる身分じゃ、まあ肩着ですからね。このもてなし慎んでお断りさせていただく覚悟はできとるっちゅうわけやな。ええやろ。ほら、俺の顔を潰してくれたれ。しっかりしたろやないか。行くで。一応タイム。あ、こんなあっさりここで戦うんか。もう、いや、まあいいけどさ。あ、これ顔ひねりだ。初めて見たんじゃない、習得後。兄さん、悪ふざけはいい加減に してくださいよ。初めて見たよね、顔ひねり。初めてのヒットが真島兄さんになるとはな。まったく、どや、最高に熱いショーやったろ。まあ、ちょっと楽しかったといえば楽しかった。おさわりし放題だったね、最後のラッシュは。ムショの中じゃ味わえなかった強烈なダンスを堪能させてもらったぜ。ダブルフォークダンスもだいぶだったけどな。そらよかったわ。やっぱりダンスは盛り上がってくれるオーディエンスがおってこそやからな。マジマロ兄さん、うん、今更だが、どんな形であれ俺を出迎えてくれたこと感謝するぜ。なんか雨降って地固まるみたいになるのだいぶ下せんけど、まあいいのか。よせよせ、俺は礼を言われたくてお前が出てくるのを待ってたわけやない。本気の喧嘩ができればそれでええんじゃ。まあでも思えば、刑務所から出てきてカムロ町に戻った時に一番最初に私のことを迎えてくれたのって真島兄さんだったような気がしないでも。それにたったの10年ぽっち、短いもんや。あいつに比べればな。ん、あいつ。なんでもない。これでショーはしまいや。ほら、またな、キリュウちゃん。いや、こんな冗談みたいなイベントで本気っぽい伏線を張り巡らせてくるの、やめてほしいよね。ランクアップしたわ。